次は野球だ。この野球ゲームだ。お前との対戦を希望したい。俺の魂をかけよう。グッド。私は華教員の魂だ。ダービー、お前が丈太郎に敗北した瞬間、わしがお前を叩きのめしてやる。忘れるなよ。まずはチームを選抜してください。なるほど。攻撃力に重点を置いたチームを選んだわけか。4割を超える打者が2人いる。先攻後攻、好きな方を言いたまえ。先攻。いいでしょう。ジャガーズが先攻ですね。おい丈太郎、今一体何をしたんじゃ。ボールが投手の手を離れるより先にバットを振ったぞ。今丈太郎、何を試しぶりばかりしてるんだ。お前まさかひょっとしてこの野球ゲーム、いやテレビゲーム自体操作したことがあるのか。答えろ丈太郎。なに、野球のルールは知っている。ゲーム操作はやりながら覚えるぜ。なんだと。操作の仕方、お前このゲーム初めてだな。今度はボールがミットに収まってから振り寄った。ど素人だ丈太郎。貴様、テレビゲームそのものをやったことがないな。何を気取ってるのだ。お前は自分の魂をかけたんだぞ。もう降りることはできないのだ。1回表、2アウト2ストライクノーボール。続いて投げます。いいだろう、もうバッティングの方が大体覚えた。何、今なんて言ったんだこいつ。の方は何だと。大体覚えたと言ったのか。一体何のことだ、何のことだ。何、丈太郎。グッド。なかなか面白いゲームだ。ああ、入った。嘘じゃろ、嘘じゃろ。丈太郎、貴様。さっき何と言った。覚えた。バッティングは大体覚えたと言ったのか。二度言う必要はねえぞ。こいつ確かに初心者だった。それをたった8球ばかりのスイングで覚えたというのか。面白い。私の敵はこうでなくてはな。お前のその恐るべき本領を1回の表という始まったばかりのところで私の前にさらけ出したことは後々後悔することになるだろう。何、変化した、シュートした、バカな、曲がった。確かにこいつは間違いなく外角高めのストレートを選択した。ブッダのような聖人だろうと、兄のような天才策士だろうと、魂までコントロールすることは絶対できない。丈太郎、まさかイカ様はしていないよな。I do いる。何、イカ様をしているだと？イカ様を？丈太郎、貴様、機械に何か細工したな。 No え、細工ではないのか。イカ様をしているのは分かっている。どんなイカ様をしているのだ。反応なしだ。くそ、投げろ丈太郎。貴様のイカ様を暴いて魂を抜き取ってくれる。さて続けようか。投球予告は外角高めストレート。丈太郎の魂は嘘をついていない。外角高めのストレートというのは本気だ。暴いてやる。イカ様を暴いてやる。何、違うコースだ。イエス。わからない。イカ様がわからない。丈太郎の魂は最後の最後まで、魂はストレートを投げたという意志だった。それなのに変化した。なぜなんだよ。やっつけてやるぜダービー。わからんがその学帽がイカ様の正体だ。え、そうだろう。No イカ様をしているのはこの辺だな。No スタープラチナをイカ様に使っているな。No 仕込んだろ丈太郎。Yes くしょう。俺は相手の心が読めるんだ。俺は丈太郎の心が読めるんだぞ。しかしなんで読みと違うボールが来るんだ。なんかこいつ年取ったように見えるぞ。とても20代の若者には見えん。ダービー、お前の投球の番だぜ。早く投げろよ。4対3、1点ぐらいすぐに逆転してやる。俺はゲームの天才だ。負けるはずがない。俺はゲームの天才だ。負けるはずはない。精神力だって百戦錬磨の無敵だ。ゲームの達人は人生の達人だ。これしきでダメージを受けてたまるか。しまった。うっかり魂を離してしまった。コントローラーにおっとしまった。こんなくだらねえこと。イカ様というのはコントローラーを、しかし操作していたのは丈太郎ではなく。そうダービー、お前の兄貴ならこんなイカ様難なく見破っていただろうな。くそ、後ろから。さてとあとはこいつの始末だけだな。ドギー、許してくれ。歌教員の魂だって戻しただろう。これで元に戻ったじゃねえか。許してね。許すか許さねえか、心の中を読んでみりゃいいじゃねえか。No 質問だ。右の拳で殴るか左の拳で殴るか当ててみな。一主に右でやってくれ。No 左 No 両方ですか。Yes もしかしてオラオラですか。Yes オーマイガー。